有明は、大島運輸が運行していたフェリー。南民丸の大船として、薄木鉄工所再起工場で建造され、1986年8月30日に、東京那覇航路に就航した。本船の就航により、南民丸は、鹿児島航路へ転廃され、鹿児島航路に従来就航していたエメラルドアマミは、引退、アマミ海運へ売却され、フェリーアマミとなった。 共有建造制度を利用して建造された、船舶整備公団との共有船である、有明の就航により、1995年9月に引退した。その後、海外焙煎され、フィリピンでスーパーフェリ級として就航していたが、2009年9月6日、サンボアンが沖で沈没した、東京航路難民丸と比較して、貨物搭載能力を重視した設計となっている。 カンパン上に大型のガントリークレーンを搭載しており、操打質が一段高くなっているのが特徴である。両原船尾及び左舷選手にランプウェイを装備しており、トラック、乗用車などをロールオンドールオフ方式で車両カンパンに搭載するほか、選手カンパンがコンテナスペースとなっており、コンテナをガントリークレーンによるリフトオンリフトオフ方式で搭載する。D デッキに、 トラック、C デッキに乗用車、コンテナを搭載する。D デッキと C デッキは船内スロープで連絡されている。パブリックスペース教職、物販設備。ありがとうございます。